始まるざますよ。行くでガンス。うんがー。まともに始めなさいよ。I like some sense。それブリってことかい。ちょ、ラッピングが制服。ラフリってことない。ブッ、頑張っちゃん、やっちゃっちゃん。そんとっちゃー、ちゃんリリースよ。アッセン、アッセン。ロサリマに大大フィー。なんかだる、なんか出る、愛してる。あれ一個が違ってる。もう悩みんぼう、こう絶望。おいしんぼう、いい加減にしなさい。飛んでった、あいつもモテるからだって言われる。普通の女の子、驚いた。冬服のまま着そうだけど、いるのよね、クラスの一人くらいは。お姉ちゃんおはよう。うわ、こんな身近にいたよ。しまった、ザッテレのプレゼントに応募するの忘れてた。ちゅ、ちょっと狙ってたのにな。はい、エプロンのエプロン。愛が足りなかったんだね。は？鏡の愛が足りないから忘れるんだよ。いや、というか最近委員会とかテスト勉強とかで忙しかったからさ。いやいや、それは言い訳に過ぎない。私は忘れたことないもん。遊びのことばっか考えてるあんたと一緒にすんな。っていうか言い方がすげえムカつく。あは、検証ってどうやったら当たるのかな。ひとえに愛だよ。ああ、どうせ私は愛のない女だわよ。まあ普通に書いてちゃ当たるもんも当たらないけどね。あ、コナちゃんはどう書いてるの。そりゃ当たるように書くよ。どうやって。字が綺麗なのは基本中の基本。抽選する相手が思わず手に取りたくなるようなハガキを書くんだよ。例えば。例えば蛍光ペンを使ってハガキに縁取りする。あ、それ目立つね。さらにプレゼントをモチーフとしたイラストを入れたり。イラストか、うん、うまく描けないかも。そういう人はとにかく枚数書いて応募するんだよ。それならできそう。ただどんなにたくさん応募する時でもプリンターとか使わずに必ず一枚一枚手書きにすること。それと一度に100枚。100枚。100枚なんて当たり前だよ。すごい金額じゃない。欲しいものを手に入れるんだよ。情熱も投資も必要だよ。でも買った方が安い時もあるんじゃないの。世の中お金じゃ買えないものもあるんだよ。はあ、100枚ってポストに入るの。一度にドサッと出すんじゃなくて少しずつ少しずつ分けて出す。しかも日を分けてね。ふぅ、枚数が多いと抽選担当者によっては跳ねられることもあるからね。まああんまりあざといのも良くない場合もあるし、真逆なこともあるわけ。じゃあどうすりゃいいのよ。だから愛だよ。はいはい。とにかく当たりたいんだったらフリーペーパーとか折り込みチラシなんかもチェックして、なんとなく人気の低そうなのに応募するといいよ。当たる確率高いからさ。うん、やってみるよ。そこに愛はあるのか。うん、鏡と司って双子の割には似てないよね。ああ、私たち二卵性ソーセージだからね。普通の姉妹程度の違いが出るのよ。一卵性は確かにそっくりだけど、二卵性は結構容姿や性格も変わるのよ。なるほど。確かに司はのんびりしてるけど鏡は凶暴。なんだと。髪型とかリボンとか合わせると案外似てるかもね。コナちゃん、ダメだ、鏡に可愛い毛はもらう。るっさいな、勝手に想像して失礼なこと言うな。テレパシーとかある。はあ、
ほら、双子ってさ、離れ離れに育っていても、なぜか生活習慣や恋人の好みが一緒だったりするっていうよね。結婚相手も同じ双子とか。あと、どっちかが危ない目に遭うと、もう一方も全然違うところでそれを察していたり、不思議体験がいっぱいあるよね。だからテレパシーあるんじゃない？ちょっとやってみてよ、ビビって。それ漫画の読みすぎだから。マナカナも、マナカナ？あの二人も多少の違いがあるんだって。ちなみにマナは気を使うタイプだけど、カナは楽観的。で、歌うときはちょっと声が違うって言ってたな。そういえば、マナカナってずっと自分たちのこと二卵性って思ってたんだけど、実は一卵性だったってことが最近分かったんだって。え？本当に？じゃあ、そんな驚くこと？一卵性二卵性の定義って最近変わったんだってね。ってことは、鏡と司も一卵性だったりして、二人の共通点は二人ともお菓子好きだよね。うん、大好き。もう二人とも左利き。うん、そうね。好きな色は白かな。黒。心の色と一緒だね。なんだと、うん、なんか卵とかソーセージとか話してたらお腹すいたね。食べ物の話はしとらん。うわ、蒸し暑い。ちょっと混むとすぐ汗かくわね。そういう季節になったね。暑い。クーラーまだ入ってないんだね。テントウムシのサンバ、パンクバージョン。今月親戚のお姉さんが結婚するんだけどさ。あ、ジューンブライドだね。いいなぁ。こんなジメジメした暗い季節なのに、なんで幸せの代表なんだろう。え、なぜ6月に結婚すると幸せかですか？うん、一般的に6月の10はローマ神話の女神ユノに由来すると言われています。ユノはギリシャ神話ではヘラという女神で、結婚や出産を司っているんです。ですからヘラの月である6月に結婚した人は守護され祝福されると言われているんです。ふーん、でもヘラってゼウスの奥さんだよね。はい、そうですね。ヘラって激しく嫉妬深いってイメージあるから、やっぱり幸せって感じがしないんだけど。結婚式はドレスか着物、どっちが着たい？私はドレスですね。小さい頃からの憧れですから。私もドレスかな。やっぱり着物もいいな。バッジも着たいかも。最近はミニや色がカラフルなものもあるそうです。へー、ミニのドレスか。裾のフリルとかいっぱいついたデザインなんて可愛いかも。夢がいっぱい、フリルいっぱいだね。司はエンジェルサルビア。いや、髪型で言えばデイジーの方かな。だから上は黄色で下はミニスカに決まり。司さん、ミニ似合いそうですね。本当？衣装もだけど、相手がどんなタイプかも重要だよ。幼馴染の友達かお嬢様タイプか、どちらを選ぶかで悩むよね。一方は持参金が多かったり、レッホとかイッツンとかの魔法も使えるし。でも心情的には断然ビアンカね。おう、鏡意外に純粋じゃん。てっきりお金持ちに走るかと。うわ、ツッコミなしか。おっすっこなた。うん、この前借りたゲームでわからないとこがあるのよ。おっと、待った、カガミンや。ん？そういうのは自分で解くから面白いんじゃないの？うん、一理あるわね。そうそう。つまり、自分でやる意義をわかっているんだし、コナタもこれからは宿題を自分ですると。ふん。漫画とかドラマの探偵って、妙に殺人事件ばっか遭遇するよね。コナンとか金田一とかさ。そうしないとお話が成り立たないでしょ。そうかな。普通の事件もありじゃないかな。普通って？行方不明者を探して日本中を駆け巡るとか。尾行って結構ゲーム性あると思うんだよね。スリルもサスペンスもあるし。まあね。妻の浮気を疑う夫の調査依頼を受けたり、逃げ出したペット探しとか。そうそう。でもそんなの見てて楽しいか？
ううん、多分全然楽しくないでしょ。あとさ、実際に起こる事件で漫画やドラマみたいな巧妙なトリックってあまり使われないよね。うん、確かにないけど。指紋の偽造とか捏造とかルミノール反応消したり、化学操作の裏をかくみたいなの。まああんまきついのは模倣犯出るだろうし、報道規制かかってるとか。ああ、それか。そういう難しい事件は気づかれずに終わるか迷宮入りとか。それはいろいろな意味でヤバいって。最近は雨が多くて嫌だよね。そうだね。うん、昔は結構雨も好きだったんだけどね。雨は濡れちゃうし、洗濯物とか乾かないし、結構私は苦手。コナちゃんはなんで好きだったの？だって野球中継が中止になるから普通にアニメ見れたし。なるほど、すごくコナちゃんらしいね。今はドーム球場が増えちゃったけど。ララリースター、どうかしたの？よく漫画だとバカっぽいキャラと頭のいいキャラが同じ学校に通ったりしてるけど。いい加減にしたまえ。うるせえな、うららり表情が引っ込んでな。よく考えると不思議だよね。それを言うなら、最近アニメでどう考えても教師と生徒の年齢が一緒ってのやってたよ。むしろ逆って感じの。先生、何？はっさ？実年齢と身体的年齢にギャップがあるっていうのは、いつの時代どこの世界でも求められてるんだよ。わからん。そこに疑問は感じちゃダメなんだよ。むしろ明らかに偏差値が違う生徒がいるってどう考えても不思議じゃん。そうね、私もすごく同感だわ、それ。こういうのもなんだけど、こなたってよくこの学校に受かったわね。あんた一夜漬け得意だから受験も一夜漬けだったとか。何、もしかしてそうなのか。いや、まあさすがに一夜漬けはないけどね。びっくりした。でもよく勉強続けられたわね。DS とかから受験ゲームみたいなの出てた？お父さんがね、条件つけてきたの。 D ランクならピピン、 C ランクなら 3DO、 B ランクなら PS2 とか。泉父、娘の扱い方を心得ているわね。思ったんだけど。うん、司が同じ学校にいる方がよっぽど不思議。そんな言いにくいことをはっきりと。やったー！そう、格闘ゲームじゃかなわ。やり込みの量が。学芸以外でもどんどんかかってきたまへん。ほほう、いいのか。じゃあ次はクイズゲームで勝負よ。嘘、知識を競うゲームでこなたに負けた。信じられん。まさかこいつ出題パターンを覚えてるのか。相変わらずゲームだとすごい記憶力。次何やる？勝手に漁るな。あれおかしいな。すっごい簡単なパーティーゲームあったよね。なんであんたが人んちのゲーム知り尽くしてるんだ。あれなら鏡でも勝てそうなんだけどな。臭くてさ。鏡さっきから全然お菓子食べてないね。いつもいっぱい食べるのに。大した理由はないわよ。ああ、わかった。夏に向けてのダイエット。別にそんなんじゃないわよ。水着を見せる相手もいないのに、ね、うるさい、余計なお世話だ。そういえば二人は七夕生まれでしょ。もうすぐお誕生日だね。そうだけど。コナちゃん覚えててくれたんだね。うん、17歳か。17歳って前役だね。前役ってどうなるの？翻訳を前にして縁起の悪いことが起こり始める年なんだよ。へえ。お誕生日が近くなってくるとだんだん不安になってきて、だからついつい魔除けグッズとかパワーストーンとかいっぱい買っちゃったの。なんか面白そうだね。そうなの、買ってくうちになんだか。っていうか、うちにもやけくそ守りある。違う、厄除け守り。やけくそ守りか。もういいや、安産も交通安全もまとめて面倒見てやるって感じかな。はいはい。わあ、そうそう、二人の誕生日ってポニーテールの日って知ってた？うん、知らなかった。でもなんで7月7日なの？七夕の織姫がポニーテールだったって理由だってさ。なんか無理くり。ちゃんと日本ポニーテール協会っていうのがあって、毎年ポニーテールが似合う有名人に日本ポニーテール賞を送ってるんだって。へえ、そうなんだ。
でもポニーテールって誰でも似合う気がするけど。それはどうかな。私が一番短いからギリギリだね。でも小さめのポニーテールって可愛いじゃん。コナちゃんも似合ってるよ。普段それでも全然 OK だよ。そうかな。うん、そうだよ。お姉ちゃんも。鏡はさ。いいわよ、わかったわよ、取ればいいんでしょ。武士みたいで男前。悪かったわね。酔っ払いってさ、よく頭にネクタイ巻いてるじゃん。あれってなんか意味あるのかな。ああ、あれ？あれはネクタイを緩めて、それを頭から引き抜こうとして途中で引っかかってるんじゃないの？それを言うなら、折り爪とか必ず持ってる方が不自然な気がするわね。折り爪って？ドリフでカトちゃんが持ってるやつだよ。ちょっとわかんないかも。未だに酔っ払いって言うと、必ず頭にネクタイ巻いて折り爪を持つって図はどうかと思うよね。でしょ？織姫と彦星、今年は会えるといいな。キラキラキラ。やけくそ守りもご利益があるといいね。いらんお世話だ。コンプ祭り、クオカード全プレ中なんだよね。そういえば、あんたいつもクオカード集めてるけど、使うことあんの？うん、使わないけど。え、じゃあなんでわざわざ。好きなタイトルのグッズとか出たら、盲目的に欲しくならない？ファンとして、コレクターとして。どうかな、使わないカードってさ。使っちゃダメでしょ、大事に取っておくんだよ。存在に扱ってる人を見かけると本気で腹が立つんだよね。こういうアイテムって使っちゃダメなんだよ。ましてやオークションやショップに転がすなんて持ってんのほかだから。それはファンとしてはもちろん、コレクターとしても失格。はあ、そう熱く語られてもね。私の場合、とりあえず3枚は必要かな。1枚は永久保存用で、専用ケースに大事にしまっておく。で、1枚は時々出してみる鑑賞用。もう1枚は布教用。何それ。鏡もどうしても欲しいものって、とりあえず同じものが2つ3つ欲しくなんない？え？はいはい、ならないね。どうせ私オタクですよ、変ですよ。いや、言わんとしていることがなんとなく理解したんだけどね。つかさって男の子にモテそうなのに、そういう話聞かないよね。え、つかさはちょっと地味で目立たないからね。怖いお姉ちゃんがガードしてるからじゃない？なんか言ったか。私が地味っていうより、コナちゃんやユキちゃんたちが個性的なんじゃ。みゆきさんこそ、いろいろ知ってて博学だし、美人だし、スタイルいいし、メガネ属性だし、歯医者嫌いだし、ドジっ子で天然ボケだし。おいおい、途中からおかしくなってないか。でもそういえばみゆきにも噂ないわね。あまりに美人だから近寄りがたいのかな。それはないんじゃない。優しいし面倒見もいいから。そうだよね。結構告白されてたりして。でも断ってるとか。断ってるのか。いや、告白を告白と気づいてないとか。それはあるかも。ゆきちゃん結構鈍いとこあるから、遠回しの言い方だとダメかもね。まったくだらしないわね、あんたたちのクラスの男子は。誰か自分の思いを熱く語って、みゆきを落とせる根性のある奴はいないの？いないかな。うちのクラスマニアが少ないのかもね。は？みゆきさんみたいなタイプって若干マニア向きなんだよ。マニアね。もうこんな時間なんですね。私そろそろ失礼しますね。え、そう？あ、皆さんは私にお気遣いなく、ゆっくりしてらしてください。では、失礼します。うん、また後で。ジャニー。でさ、その続きがあってね、その人実は。あれ、すみません。やだー。ごめんなさい。いやいやいや。やるよね、それ。私も前にやっちゃったんだよね。私もある。みんな一回はやるわよね。こなたもやったんだ。ないよ。今のこそ、いわゆる一つの萌え要素。みゆきさん、グッジョブ。ラッキースター。ラッキーチャンネル。オフラッキー。はい、今日もキュキュキュって元気にラッキーチャンネルスタート。ナビゲーターの小神アキラです。アキラ様のアシスタントの白石実です。よろしくです。はいはい、こんな風に
に二人してお届けするのもじゃじゃーん。もう今日で3回目。白石さんはどうですか？もう慣れました？いやまだあんま、すみません。なんかまだ白石さんがアキラに心を開いてくれてない気がするんですよね。いつもより離れて座ってる気がするし、これって心の距離なのかなって。くそ。ああ、そんなことないですって。はい、今日もキラキラーって始めたいと思います。今日はファンにとってはとっても嬉しい企画なのだ。なんとラッキースタレギュラー陣の紹介、その第一弾です。パッポカバー。はい、今回紹介するのは宝美雪さんです。クラス委員長で容姿端麗、品行方正、つのみ名跡です。名跡、文武両道、完璧超人。白石さん、みゆきさんのこと知ってるんですよね？もちのろんろんでございます。いいですよね、みゆきさん。まずあのメガネが、あとすっごく綺麗ですよね。普通あれくらい美人だとなんとなく自分は近寄りがたい感じがするんですけど、こう意外に親しみやすかったりするんですよね。ラジオでもそれくらい話してほしいよね。え、みゆきさん語らせたら止まらないんだ。ああ、いや、別にそういうわけじゃ。まあね。だからみゆきさんですか？いわゆる美人キャラで、しかも巨乳で、蹴っても燃えようそう、みたいな。いいよな、綺麗系美人はさ、マニア受けもするんだってね。でもね、マニア受けって言ったら私だってその次のロリコンに。じゃあねー、もうお別れの時間なので。というわけで、このコーナーでは皆さんからのアキラへの質問や激励、番組に対する感想などどしどし送ってプリーズ。あー、またでは次回お楽しみに。待ってね。実際のところどんな人？あー、あのまんまな人ですね。うっそ、楽屋で白い煙鼻からブハーとかしてんじゃないの？いや、アキラ様じゃないから大丈夫ですよ。ブハー。アキラー、面白いね。ユニークな曲ですね。そろそろ一般人に優しい曲が聴きたいんだけど。あ、次のなら鏡は知ってるよ。え？イントロで当ててみよう。また変な曲じゃないでしょうね。あ、なんだっけこれ。さあ、鏡、正解は？ああ、古めたよ、古めた。へえ。しかも鏡の大好きな、ふもふ。そうなんですか。ちょっと小説読んでハマっただけよ。コナちゃん上手。大人っぽい声も出せるんですね。単にモノマネしてるだけじゃないのか。で、司とみゆきは何歌うの？何か歌えるかな。私もあまり知らないので。なんだっていいわよ。コナタがあんなだし、私たちも好きな曲自由に歌いましょう。じゃあ探してみよう。歌には自信がないのですが。平気平気、聞くのは私たちだけなんだし気楽に歌ってよ。そうですか。じゃあ、雨明かりの街、虹が見えるなら今歩き出そう、何かが始まる。さて、次回のラキスタは司です。